パークソンチャンネルをご覧の皆さん、柳です。さあ、今日はですね、まあ、ここ最近のね、私事でお話しさせてもらうと、まあ、12月31日のルナシーのチケットが当たりました。こちら、まあ、今回ルナシーはですね、マザーとスタイルの、アルバムがありますよね。あれを中心とした、ライブをやると。で、初日が30日、12月30日がマザー。で31日はスタイル、でこれはまあすごい楽しみですね。まあ前回イメージとかイメージはリアル、あとはサーチフォーエデンか、をやりましたけども、今回はマザーとスタイルということで、いやーまあ僕がね一番聴いてたアルバムはマザーなんで、ぜひマザー行きたかったですけど、31日、まあ、30日は営業したいなと思うんで、31日はもうね、カウントダウン、大阪城ホールで、まあ、ルナシーがねカウントダウンをやるってことなんで、10時開演なんですよ。10時開演で、多分終了が12時半とかぐらいになるんだと思うんですけども、なのでそのカウントダウンできるってめちゃめちゃ楽しみじゃないですか。だからちょっとこう行こうかなと思って、で、まあ、ファミリーチケットっていうのが、ファミリーシートっていうのがあって、まあ、子供とね、家族3人で、雅子と、まあ、レネと3人で行けるチケットがあるんで、それ活用してちょっと行こうかなと。まあレネさんはおとなしくね見といてくれるとは限らないんで、どうなることかと思いますけども、まあまあまあ、でもあの空間に一緒におれるっていうのが、まあ、僕は楽しみかなと思うんで、なのでまあちょっと行ってみたいと思います。はい。それとですね、まあここ最近ちょっと昼営業やってないんですけども、まあまた昼営業もね再開したいなとは思ってます。というのもやっぱりね、僕カレーが大好きでカレー屋もやりたかったっていう思いもあるんで、カレーを販売していきたいんですけども、ただまあね、あのいかんせんちょっとね曜日固定とかも難しいんで、ちょっと先延ばしにしようかなっていう気もします。でよか、まあ、ここ最近その昼営業できてなかったのはちょっと風邪をひいてしまってね。で、まあ、最初に多分風邪ひいたのは僕 でそれが娘に移って、今雅子にも移って、でなかなかこうねみんなが、まあ、年のせいもあるのか治りが悪いっていうかね。で、そうですね、まあ僕も1週間ぐらい引きずってましたし、レネも1週間ぐらいずっと高熱がね続いたりとかしてね大変だったんですけどね。で、まあ、雅子の方もね、今かかってて、雅子はちょっとね、あんまりね、体がいい方じゃないんでね、なんか、この、なんていうのかな、なんか回復が遅いんですね。まあ、他の人と比べて、なんか、何かが足りないのか、何かが欠落してるのか、なんかそういう持病があるらしく、まあ、一度病気になると、すごい、治りが悪いということで、まあ、今もね、ちょっとね、子供がね、こう、寝かしつけてからこっちに一応来てるんで、まあ、寝てないんですけどね、なかなかね寝てくれないんですけどね、なかなか元気でね、なのでまあでもちょっとでもねこう負担を軽減するために昼間をね営業をね今ちょっと休んでます。でもね、まあ、実際でも1ヶ月ぐらい昼営業やってましたけど、まあ、そんなにねお客さんは来てないんですよ。ただその間の時間を利用してインスタとかの広告っていうかね、宣伝っていうかね、 SNS とこういろいろこうやったりとかして、まあ、お店の宣伝をすることによって、まあ、こっちの夜のねバーの方に来てもらうっていう、結構ね、今インスタグラムとかちょっと力入れてやってまして、特にそのショート動画、まあ、手軽にね15秒ぐらいで見れるような動画を作ったりとかしてるんですけど、まあ、その15秒の動画を作るのでも結構ね、3、4時間とかかかったりするんですよ。結構ねこだわったりとかして作ったりとか、こういう構成でいこうかとか考えたりとかして、まあ、いろいろね構想からそれを撮影して、動画編集っていう風になっていくと、15秒だけでもね本当に相当ね、またこだわったらそれはさらに倍ってね、どんどん時間かかっていくんですけども、そういうのもありながらね、まあ、今だからショート動画とかもあんまり更新できてないんですよね。
昼間子供の面倒を見てるんで、なかなかね、このやんちゃでね、3歳、もうすぐ3歳になるんですけどね、なかなかやんちゃでね、手がかかるんですよ。ちょっとね、まあ、舐めてたというかね、子育てってこんなにしんどいんだって思うぐらいね、大変なんですけども、なのでちょっとね、今のところ昼営業もできてないので、結構ね、大変なんです。まあ経済的にもね、ちょっと大変なんですよ。なのでこれはちょっとね、まあ、昼営業っていう、今度ちょっとウーバーイーツとかもやっていこうかなと思ってます。ウーバーイーツっていうのも、その、まあ配達員としてね、ちょっと働こうかなと。で、この間ちょっとそのウーバーイーツで配達員してる人と話することがあって、僕ずっと自転車でやってたんですけど、どうやらバイクでやった方が稼げると。で、その人曰く時給2000円ぐらいは稼いでると。2000円?時給2000円と思って。ただ、バイクに限るよって、バイクでやっぱやる。あとまあ時間帯とかもあると思うんですけど、ね、やっぱりそのね、注文が多い時間帯っていうのもあると思うし、うん。注文がよく入る時間帯。で僕が自転車でやってた時は1回の配達が300円とかだったんですよ。なんで、まあ、どんだけ頑張ってもね、やっぱね、知れてるんですよ。で、1時間にやっぱり 3件とかね、配達あれば900円とかやし、うん。それ以上ね、配達があるってなかなかないし、逆にね、1時間配達がまあ1件とか2件とかしかない時とかもね、その待機の時間が長かったりね、する時間もあったりとかね、うん。ただバイクやったら結構注文もね、多く入ってきたり、やっぱりね、自転車だと距離がね、稼げないんでね、あんま遠くのね、配達が行けないんですよね。なので、まあ、バイクの方がすごい有利だっていうことで、ちょっとバイクをね、レンタルどっかでして、そっからちょっとやってみようかなと思います。レンタルバイクはね、意外と安くでね、原付借りれたりするみたいなんで、そんなこともやってみながら、ちょっとね、やっぱナンバーワンというお店は、まだまだこのお店だけでやっていくには厳しい。まあ、4月ぐらいからかな、こうやって SNS とかの、ね、宣伝をしながら5月、6月やってきましたけども、うん、まあ徐々に5月も売り上げもちょっと上がって6月もまあただまあそのこのお店一本でやっていくにはまだまだ厳しくて、もうほんまにね、今月家賃もギリギリなんとか、まあ、ちょっと遅れたんですけどね、昨日払ったんで、まあ、ちょっとね、月末から2日ぐらい遅れて、ようやくこう、家賃が払えたんで、なんとかなってるんですけど、うん、まあ、あんま良くないですけどね、ちょっとね、ほんまはもっと前倒しでね、払っていけたらなと思いますけど、まあでもね、前のナンバーワンの時もね、半月ぐらい遅れて払った時だけどね、よくあったんでね、あんま良くないですけどね、はい。まあでも前のナンバーワンの時よりは、すごいこう徐々にですけどね、やっぱ7年やってきた力っていうのはあると思いますけども、ね、徐々に上がってきてるんで、で今後ちょっとね、僕もね気合い入れて、もうこのお店なんとかね継続していけるように力強くね、このナンバーワン1本だけでもやっていけるようにね、うん、まあ、カレーの販売もね、僕は個人的にはやりたいんで、まあ、昼間ね、ほんま曜日限定でね、何やったら週1とかね、週1でしかこのカレーは売ってませんぐらいのね、すごい価値のある、ものを作れたな、ものをこうやって、うん、それぐらいのね、ものをやってもいいんじゃないかなと、うん、思います。希少価値のあるカレー。やっぱ結構ね、僕は自信あるカレーが作れたんで、はい。でまあ、今後それも改良してどんどん美味しいカレーはね、すごい僕はお米にもこだわってやっていってますんで、はい、炊きたてのお米を出すっていうね、スタイルで、なので米を炊くのに30分時間いただくんで、カレー提供まで30分かかりますっていうような、ね、ことをやってますけども、まあこれがねいいかどうか分かんないですけどね、果たしてそんなものをロックバーに求められてるのかって言ったら分かんないですけども、ただやっぱそれはもう柳だということで、僕が商品であれね、僕という人間がこのお店の商品であるんで、僕という人間に
会いに来てくださいっていう感じで、ちょっとね、そんな感じで今日の動画は以上です。待ってるだけの機能にアディオース、バイバイ。